軽クジャク石とは、計算円鉱物の一種。クジャク石の炭酸が、フィロ計算に置き換わったような素性であり、クジャク石と同時に産出されることも多い。ただし、クジャク石と違って、塩酸では発泡しない点から、区別できる。語源はギリシャ語で、金のハンダを意味するが、この鉱石が用いられたとは思えないことから、何か別のものと混同されたと考えられている。 価格蘇生は2 h 2 s i o 5 4 n h 2 o モースコードは2.5から3.5で、不純物として含まれるケイ素の量が多いほどコードは高くなる。比重は1.9から2.4。結晶構造は、基本的には、非翔質だが、X 線解析により、単車症系と判明している。主な産出地は、イギリス、ロシア連邦、イスラエル、コンゴ民主共和国、 日本、アメリカ合衆国、チリなど、銅を含む鉱物が風化することによって生成するため、銅鉱床付近で産出される。宝石としては、モース硬度が低く扱いにくい。そのため、宝石として使う場合は樹脂を浸透させるなどの承知が必要となる。また、樹脂の代わりに石英が浸透したものは、ジェムシリカと呼ばれている。工業的には、銅資源として利用される。 宝石としては樹脂を浸透させたビーズを使い、ブレスレットなどに加工される。また、石英が浸透したジェムシリカはアメリカで人気が高く、ルースとして宝飾用に使われる。ありがとうございます。